ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶が4月17日土曜日の天気をお伝えします。前線が接近することで広い範囲で雨や雷を伴う可能性があります。ではアイコンで見ていきましょう。西日本は朝から雨が降りやすく本降りの雨となりそうです。東海から関東も次第に雨の範囲が拡大していきます。特に太平洋側を中心に湿った空気が流れ込みますので、雨足が強まるタイミングがありそうです。大きい傘をご準備ください。東北や北海道も雨が降りやすく雨具が手放せません。特に関東ですと夜の遅い時間帯ほど雨足が強まる可能性があります。帰宅時間帯は早めがおすすめです。近畿は日中の時間帯に雨足が強まりそうです。雷を伴って強まる恐れがありますのでご注意ください。日中の気温について見ていきましょう。予想最高気温は15度前後と雨が降っても比較的気温が高めとなりそうです。服装で調節をしてお過ごしください。以上、天気をお伝えしました。